都市センターホテル行きましょう。では都市センターホテルルームツアーしていきましょう。ここにカードキーさして電気つきます。こんな感じ。ハンガーは全部で3つあります。でこういうエアフレッシャーヘンガーありますね。でエア抱き用のスリッパもしっかりあります。まあ、一般的なビジネスホテルですね。ああ綺麗。トイレ、浴室めっちゃ綺麗ですね。多分リフォームされてる。ここだけちょっと違いますね。多分水回りだけリフォームして新しくなってる感じです。めっちゃ綺麗ですね。洗面台もめっちゃ綺麗。鏡も広い。でドライヤーはパナソニック。ドライヤーパナソニックですね。いいじゃん。でバスタオルとフェイスタオル、もちろんウォシュレット付きです。ベッドはこんな感じです。いいですね、いい感じ。ベッドは普通のシングルで、 USB-A のコンセントと普通のコンセントありますね。でラジオ、この辺は多分昔古いまんまですね。で机はこんな感じ。多分冷蔵庫がここにある。あ、しっかり冷蔵庫あります。バッチリバッチリ。僕は水を入れときますね。2リットル買うんで、これで冷やしときます。でここにコーヒーと、ドトールのコーヒー来た。ドトールのコーヒーと煎茶かね、あります。アイスボックスあるやん。これ部屋でお酒飲みたい人嬉しいですね。で貴重品ボックス、湯沸かし器はタイガーですね。いい感じで、テレビ、
で、アメニティはフロントでもらう感じ。一通りフェイスウォッシュとかスタイリングミルクワックスとか1回分が小分けになってます。綿棒とかくしとか歯ブラシですね、あります。で、しっかりこの空気清浄機、これも結構ね重要です。そして僕がめっちゃいいと思ったのはこちら、窓開けます。それにしてもこの夜景やばいっすよね。これ見ながらハイボール飲みたいけど、僕は今から赤坂行きます。めっちゃ綺麗、とにかくめっちゃ綺麗。今から赤坂の方に歩いていきますが、めっちゃすごい、東京の夜って感じ、すごいわ。行きます。結局めっちゃ迷ったわ、ここや。あ、いたいたいた。ごめん、マジで。むずいむずい。どこまで行っちゃった？もう赤坂ぐるぐる路地っていう路地入ってったのか思って。入ってないよね。入ってったので、よろしくお願いします。そんな勝手なことしていい？これな、そういうことしていい？ほらほら、どうってなってるやん。2軒目むっちゃ出ます。次回行きましょう。こんな感じでやりました。はい、ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。無事に帰ってきましたんで、もう寝たいと思います。明日土曜日、明後日日曜日で週末やってきますんで、がっつりルーティーン引き続き撮っていきたいと思います。ぜひぜひ次の動画もチェックしてみてください。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では良いお年をお迎えください。おやすみなさい。